鎌田選手の母校、京都の東山高校。憧れの OB を応援しようと集まった後輩たちでしたが、今日は敗れてしまいましたけど、まだ全然決勝トーナメントに行く可能性は全然あるので、まあ、次のスペイン戦絶対勝って決勝トーナメント行ってほしいです。堂安選手のかつての恩師や友人も試合の様子を見守っていました。まあ、これがワールドカップって感じですね。次僕らも気持ち切り替えているんで頑張ってほしいですね。午後10時前の、大阪南恵比寿橋です。日本が負けたからか、人通り少なく、ユニフォームを着た人もあまりいません。あ、いましたね。ちょっと話聞いてみましょう。すいません、いいですか。悔しいです。悔しいです。次の試合ちょっと望み託すしかないですね。グループリーグ突破をかけて次は強豪スペイン戦です。